坂田です。演劇をやってる人間なんで演劇の話をしようかなと思います。15年ぐらい前にアメリカの友達が僕に、やれやれと日本でもやれというふうに言った芝居が、エグマレテル、解放されるといいますか、解き放たれてという題名で日本でやりました。それはどういう芝居かというと、当時のアメリカでリーディング公演でもう全国でやってました。でこれはどういう内容かというと、死刑囚で解放された人たちがインタビューに答えているという劇です。要は冤罪なんです。みんな一度死刑になって、で冤罪が証明されて、でその人たちがインタビューに答える、それを、30人分ぐらいかなやるような芝居で、それをその、ロバート・ボーンとかブルック・シエルズとかバネス・レッド・ブレイクとかいろんな映画人有名な人も、出演して、全国でアメリカでやって、それが死刑をなくしていく、後押しをしていったという劇ですね。でこれをやってみて僕が本当に驚いたのは、実際冤罪で死刑に一度なるということがこんなにあるのかということと、実際あるんですよ、荒っぽいものだと。だから第三者の証言証拠だけで死刑にしちゃいけないというのは本当は当たり前のことなんですけど、証拠がじゃないかもしれないわけですから。でそんな中で本当にその死の前に人間は平等だとか僕らはよく言うんだけども、死刑というものは何か死んで何かみそぎが終わる、そんなことも言うんだけども、そんなことじゃなくて、やっぱ死刑っていうのはその死ぬまでの意識のレベルの問題で、でじゃあ量刑として死刑って何なんですか。さっきねおっしゃってました、元死刑囚、僕もね本当に変だと思うんです。じゃあ死刑になるまで20年の人もいれば、数年の人もいれば、30年の人もいますよね。でその苦しんで死を待ってる時間というふうに、言うのも僕らの思い込みかもしれないけれど、それが冤罪であった場合じゃあどうするのかと、今日いらっしゃるかもしれなかった、坂上かおるさんの映画の、ライファーという映画があって、これはアメリカのドキュメンタリーで、要するにその無期懲役の人たちの、ディスカッション、心理療法をしているようなことを、中心に描いているドキュメンタリーなんだけれども、死刑の人たちの場合はじゃあどうするんですか。彼らももちろんそういうことされるんだけど、そのインタビューの中で、ある女性は今私はそんな話はしたくないのっていうわけです。でそれは向こうは本当はやってるからそう言ってると思うんですよ。でも冤罪でやってないのに死刑囚になった人がその言葉以外言えないわけですよ。でその苦しさみたいなことを考えた時に、森さんに死刑のあれじゃないんだって言われたんだけど、僕はやっぱそれはおかしいと思う。で死というものを僕らちょっと神聖化して考えて、死というものの重さでものを考えるんだけど、いやなんでそんなことが起きてるかっていうと、死の問題よりはやっぱりこれは国家です。国がそれをやってるんです。で国がそういうことをやってしまう、で国が人を殺す、それがおかしいことだっていうことは僕は大きいと思いますし、でその元死刑囚の人たちのインタビューはやっぱ恐ろしいです。で彼らはやっぱり何かを諦めていく、もう何かに絶望していく。で本当にやってる人はね、それは反省するかもしれないですよね。やってないですよ。やってなくて、自分の家族や自分の子供も本当はやってんでしょお母さんって思ってる人たちに相手しなきゃいけない。冤罪って本当に恐ろしいことだと僕は本当に思います。でそういう劇を見て、アメリカでは死刑を廃止する動きがとても加速されました。でそれはやっぱり国家がやってる、州の中で判断をする、つまり人間がやってる仕組みだから、それは人間が止められるっていう当たり前のことを、彼らが気が付いてるから。で実際に人が殺されなくても、体が殺されなくても、やっぱり魂はボロボロになりますよ。魂は死にますよ。でそのことはでも死んだってことの自覚さえうまく持てないぐらいのショックを受けると。僕はそういうのを言うとちょっとあれなんですけど、そういう冤罪というものが、じゃあ仮に有罪だとしてもそうかもしれない。そういう意味では有罪の場合でもやっぱり人がどう傷つくかということに対して、なぜ国家がそれをやるんですかっていうふうに思います。僕は日本国憲法っていうものがやっぱりいいと思うのは、前文の中にやはり、再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意した。戦争って何ですかっていうと、国が人を殺していいわけでしょ。で戦争で人を殺しても死刑にならないじゃないですか。でだからそれが戦争だから当たり前だねって実は結構みんな思っちゃってます。でそのことの延長上で考えると、死刑やっぱり変ですね。で憲法全文で平和を愛する諸国民の公正と正義に信頼し、つまり自分の国以外の国の人たちの公正と正義に信頼すると、
それを安倍首相はボロクソに言いましたね。なんていう、ね、なんか言うの忘れちゃったけど、なんかすごいそういう憲法が、まあ、人に余ったられた憲法みたいなことを言ったのかな。そういうことを僕はおかしいと思うんですね。つまり、自分たちの国以外の国と対話ができる。で、昨日まで殺し合ってたかもしれないけど、話ができる。そういうことを考えている。そういうことの可能性を言っているのが日本の憲法であって、やっぱりね、憲法の精神でいうとね、死刑おかしいですね。で、そのことが、まあでも死刑の話はやめた方がいいと言われながら相手するのは、それを決めているのがやっぱり国家だからです。で、僕たちがこのオウムのことによって、国家というものがどういうものかについても、いろんな考えるチャンスがあるんだけど、そこをむざむざやられちゃった。で、僕、松本演劇祭っていうのにずっと参加してて、1980何年からか始まったのかな。松本とてもいい街で、で、本当にその、毎年参加してました。毎年夏に松本に行きました。で、ところが、本当に、サリン事件が起きて、で、河野さんの家がこの辺りだよって聞いて、その辺りで、その街が全然違うものに見えちゃった。これ多分ね、戦争になった時に街が違って見えるのと多分同じですね。そうやってみんな不安になるんです。で、人は不安になったら物が見えなくなるし、依存心が出てくる。で、そういうことにやっぱり惑わされてはいけないんだということを強く思いますし、国によって判断させちゃいけないんだと。で、裁判員制度ってありますよね。あれもひどいのは、普通の裁判員、陪審制っていうのは普通ってないんだけど、アメリカでは有罪か無罪しか決めないです。日本では量刑判断が入る。量刑判断が入るってどういうことか分かります？これは国民に、つまり罰する側に立たせる、国の側に立たせる。で、この国と人間の関係を強固にさせようとしちゃうわけ。で、そのことはやっぱりおかしい。で、アメリカには大陪審というのがあって、この人を訴えるかどうかのためにすごい時間をかけます。そういう仕組みがないです。で、日本ってすごい裁判に時間がかかるのが良くないって言われてて、今早くなったからいいって言われてるけども、本当にそうなんだろうか。そんなことを思います。まあ、であと、まあ、すごくバカみたいに簡単なことで、僕演劇やってますから、よくわかるんですが、小さい劇団いっぱいある小劇場ブームっていうのが80年代にあって、川村たけしとか、鴻上尚史とか、戸田秀樹さんとか、僕とかがどんどん出てきたわけだけれども、今、小さい劇団、もうないです。つまり、人が集まって何かやるっていうリアリティはかなり減ってきてます。で、そのことは、オウムみたいなものが、集団で集まるってことのリアリティに対して、何かすごく抑圧がある。まあ、これ言うと話が長くなるので、やめますね。5分過ぎますね。すみません。まあ、そんなわけで、ちょっと演劇をやってる人たちの中でも、人が集まるっていうことについての実験をしてるんだぐらいには、思って興味を持っていただきたい。まあ、要するに大学の中って昔、開放区だったんですね。自粛で だったんですよね。で、大学に集まっていろんな自由なことをやるのは、演劇以外にもいっぱい人はいました。で、そういう場所がなくなった。で、こういう場があることによって本当は人が集まりたい。だけどほとんど若い人はいない。これいつもそういうことを言って嫌われるんですけど、でもそのことをどう乗り越えていったということについては、ちょっと本当に僕らが持ち帰って考えたいと思います。